お？いらっしゃい、ソフィーちゃん。もう、またサボってる。やるときはやる有能な人間っていうのは、サボるときは思いっきりサボるのよ。それより、眠り草を食べちゃった子だけどね。ちゃんとあの花が効いて目を覚ましたわ。本当ですか？うん、ソフィーちゃんのおかげ。カーティーさんもですよ。そうだったわね。今だから話すけどさ、私実はちょっと前まで元の世界に帰ろうかなって思ってたの。え、そうだったんですか？ええ、私があっちの情報を集めてるのはソフィーちゃんも知ってるでしょ。それを見てるうちに、元の世界にある私の知らない情報を直接集めてみたい、そんな風にこの間まで考えてたの。そうだったんですか。私気づきませんでした。けど、ここにいる人たちっていうのはみんないつかは元の世界に帰る人たちなのよね。そうなると、どうしたってこの世界について誰よりも詳しく知ってる人間は必要になると思うの。またいつ今回みたいな事態が起こるとも限らないしね。だから私決めたわ。私は許される限りこの世界で暮らし続けるってね。え？確かにカティさんみたいな人は必要だと思うけど。心配しないで、ソフィーちゃん。別に嫌々残るわけじゃないから。自分が大好きな世界で自分の大好きなことをする。そしてもしこの世界に何か起きた時には、私のまとめた資料で解決方法を探し出す。これってとってもやりがいのあることだと思わない？尊敬します。どうしてエルビーラがカティさんをロイテールに呼んだのか今わかりました。やっぱりこの世界にとってカティさんは絶対に必要な人です。さすがに褒めすぎよ、それ。私はね、ずーっと平穏に暮らしながら好きなことだけをやって生きていきたい、そう思ってるだけのただの怠け者よ。ああ、お腹すいたな。ノーム、何か作って。お店の仕事もちゃんとしてくれたら本当に尊敬できるんだけどな。